はっきりとした貝殻を持つものの総称である。貝といえば、すなわち二枚貝、巻貝、ひざら貝、角貝やそれらの殻のことで、同じ軟体動物でも殻が退化したウミウシ類や、ナメクジ、大部分の等足砂、カセミミズを貝と呼ぶことはない。また、ホオズキチョウチンやシャミガイの仲間は、ワンソ足動物。 かんざし五貝もヘビ貝に似ているが関係動物、イガグリウミヒドラも、四方動物であり貝の仲間ではない。しかしながら、貝の仲間という意味で、貝類と呼ぶ場合、殻の有無などの見かけではなく、分類上のグループとして、貝類イコール軟体動物とみなしていることになる。貝類図鑑などはこの例にあたり、ウミウシや、ナメクジや、イカやタコも貝類の一部として掲載されているのが、 普通である。なお、軟体動物の以外でも、二枚以外に似た殻を持つ、湾足動物や殻のある、その他の水生動物をも、貝類ということもあるが、この場合はそれらを軟体動物の貝類と誤認するか、あるいは明確な分類学的概念を持たずに、呼んでいることが多く、生物学的には正しい呼び方ではない。また水産物として、魚介類という場合の、 貝類は、エビカニなどの甲殻類をはじめウニ、ナマコ、ホヤなどの水産物としての無脊椎動物全体を含む語で、軟体動物に限る貝類とは区別されるのが普通である。貝類の中には、食用のものも多く、貝殻も、ラデンなど装飾品などとして用いられてきた。軟体動物以外で貝と名がついたり、形態が貝に似ている動物。ありがとうございます。